以上 G3 オールディディーズジャルキャップの優勝戦を戦います6選手に盛大拍手をお願いいたします。それでは選手の皆さんはお座りください。早速インタビューを始めてまいります。1号艇の小野聖奈選手はセンターにお願いいたします。1号艇は地元の小野聖奈選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。何やら初日よりもこのボードがバージョンアップしてますね。そうですね、色が塗ってあって可愛くなってます。かなり目立つ感じになりました。はい。さあ、船足についてちょっとねお聞きしていこうと思います。モーターは若松の看板機の一つの16号機ですが、手応えとしては初日からどうですか？推移としては。初日からそんなにエース級の動きではないんですけど、徐々に上積みできてると思います。まあ、ですがここまで9戦のうちの8走が天智一番時計とかなり直線のタイム良さそうなんですが、そのあたりは手応えどうなんですか？直線っていうよりも回った後の回り足から伸びにつながる部分がいいと思います。優勝戦に向けての調整課題、まだ何か残っているところはありますか？ちょっと今日は湿気が高いんで、その辺のプロペラの微調整だけが課題です。その徐々に良くなってきた状態で、現時点でもまあ自分の満足には近い状態ですか？はい、昨日の準優思い切って調整して、それがいい方向にいったと思います。さあスタートも問題になるかと思いますが、追い風もねちょっと強くなったりやんだりという状況ですが、見え方として今節どうですか？届かない時があるんですけど、まあ、それはもう5日間届かない感じなんで、思い切っていきたいと思います。さあ予選5位通過からポールポジションをゲットしました1号艇地元です。気合いのほどは？はい、若松の優勝戦1号艇乗るのは初めてなんで、しっかり逃げたいと思います。それではもう一声ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、初日のドリーム逃げれなかったんで、その分まで優勝戦逃げたいと思います。応援お願いします。ありがとうございました。1号艇は小野聖奈選手でした。続いては2号艇の佐々木ひろみ選手です。デイリー、モリス、ちゃんとバトンタッチなんですね。あ、そうです、はい。さあ、佐々木選手は、3日目、5日目とですね、連勝ゴールを飾りましたけれども、船足の仕上がり、現時点ではどんな足と言えそうなんでしょう？昨日の順位は、一番合ってたと思います。その合っている状態だと何か特徴というのはありますか？バランス取れて上位あると思います。今日はもうすでに水面には出られました？出ました。今日の感触としてはどうでしょう？台風の影響で気圧がすごい低くてですね、回ってなかったので、ちょっと回転の調整は必要かなと思います。スタート行かないとと言われてますが、そのスタートの見え方はご自身の中ではどうですか？あ、それがですね、ちょっと申し訳ないんですけど、コンセプトちょっと分かってなくてですね、早いのがいけてないです。いけないです、はい。目標としてはどのくらいを想定されてますか？10いけたらいいんですけど、ちょっとそこも自信がない感じですかね。ちょっとわからない感じです、はい。まあ、ですが佐々木選手、ここまで2コースは現在4回連続で白星を上げてますけれども、2コースのイメージというのはどうです？苦手なんですけど、いいリズムなら良かったです、はい。また今節は優勝も決めてアムカツもしっかりやってますね。そうなんです、アムカツの軍資金がいるので、ちょっと一生懸命頑張りました、はい。じゃあ気合もしっかり入ってますね。そうですね、昨日もアムロちゃん言いながら刺したんで、今日もアムロちゃん言いながら刺してみます、はい。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。一生懸命頑張ります。ありがとうございました。2号艇は佐々木ひろみ選手でした。続いては3号艇寺田千恵選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、若松勝率ナンバーワンの寺田選手ですが、オールレディースなんと若松は4年連続の優勝となりました。イメージとしてはやはり若松水面いいですか？そうですね、やっぱり走り慣れたところでもありますし、はい、知ってる人もたくさん来てますし、気持ちが乗るところですかね。で、今節は9戦3勝という成績ですけれども、2日目にプロペラの方向性ちょっと変えてみようかなというお話がありましたが、現時点ではどのような話と言えそうですか？なんか試運転全然わからないんですけど、なんか行ったらすごいサイドがかかるので、行ってみないとわかんないんですよ、はい。だから自分でもどんなレースするかよく分かってなくて、昨日もたまたまでした。今日は試運転に出られた感じとしては、2日目に音はいい感じだという話もあったんですが、そのあたりはどうでしたか？音が
がいい時ほどなんか若干ずれてる感じがするので、その辺をもう覚悟を決めていくしかないですね。はい、データとこ勝負の話になるということですもんね。そうですね、お客さんも買いづらいでしょうか。はい、お客さんから大丈夫大丈夫という声援が飛んでます。はい、大丈夫なら大丈夫でしょう。さてスタートなんですが、寺田選手、今節の感はいかがですか。正直分かってるかって言ったら微妙なんですけど、まあまあスタートのところの行き足は悪くないので、はい、まあ普通に1号を目指していきたいと思います。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、優勝して帰りますのでたくさん買ってください。ありがとうございました。3号艇は寺田千恵選手でした。続いては4号艇の廣中千歳選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、オーシャンカップで宇津島選手が優勝を決めた54号機を手にしていますが、初日からどのような手応えと言えそうですか。回り足がしっかりしてて乗りやすかったです。過去形になりました。はい、今すごい乗りづらいです、はい、その原因としては見えていますか。多分気温とか湿度も違っているのでそのせいかなとは思ってます、はい、ということは調整の方向性としてはしっかり見えている。見えてないです。今からピットに戻って、じゃあ調整をちょっと探りながらという感じになりそうですかね。はい、時間まで精一杯頑張ります。はい、いい状態の時に戻れば満足なしと言えそうですか。そうですね、それなりに戦えるとは思います。ドリーム戦初日同じ4号艇で登場して小野選手1号艇をまくりましたが、そのイメージとしてはじゃあ4号艇どうでしょう。スタートはいけるとこまで頑張ります、はい、そのスタート見えてる感じですか。昨日まではなんとなく見えてたので今日も見えるように頑張ります。それでは最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。はい、プロペラしっかり調整して船券絡めるように頑張ります。ありがとうございました。4号艇は廣中千歳選手でした。続いては5号艇池田明美選手です。はい、ユースおめでとうございます。ありがとうございます。このボードを忘れてダッシュでも取りに戻ったということで、はい、久々にめっちゃ走りました。めっちゃ汗だくですもんね。さあ、9月16日ボートレース江戸川にイベントがあるということで、まあ、告知タイムしましょうか。はい、女子選手、動物好きな女子選手が集まって、何回か、動物愛護のチャリティーをやってるんですけど、また江戸川で、ファンの方からやってっていうことも言ってもらえたんで、また16日にあるので、見てる人来てください。ホームページ見たらかなりすごい豪華メンバーですね。はい、もうだからみんな優しくてすごい来てくれるんです。まずは9月16日のボートレース江戸川のイベントの前にここ若松を盛り上げていただきたいと思うんですが。はい、若松大好きなんで、ちょっと6頭いっぱい取ったんですけど、優勝戦にも乗れたので、思いっきりやろうと思います。その船足なんですけれども、現状の状態はどのような足なんですか。昨日準優で戦えてちゃんとしたと思います。今の状態であれば十分にしっかりと戦える感じ。はい、展開来たら割れたらですけど入れるとは思います。展開をつく足はあるということですね。と思います。優勝戦までにまだ何か作業は考えてますか。さっき叩いて、綺麗に叩いてみて良さそうだったんで、まあ、特訓行ってあんまり変じゃなきゃもうそれで。あとはスタートですが、追い風強い中でね、今節スタートかなりありましたが、見え方としてはどうでしょう。私釣りをするんですけど、その潮の動きが全然本当に違うんですよ。だから展示と本番で全然違うのを見ちゃってからもう怖くて保険かけていっちゃってます。今日はちょっと風もやんできましたからね。そうですね、でもちょっとあれ見てるんでものすごい速いのはいけないです。釣りをするという情報を皆さん得られましたね。はい、ですが、まあ5コースから今節はまくり差しの白星もありますので、気合のほどは。はい、一発だけ狙っていきます。それでは最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。すいません、はい、見守ってください。お願いします。ありがとうございました。ご高齢は池田明美選手でした。皆さん見守ってあげてください。さあ、そして最後は住之江のフレッシュルーキー6号艇の関野彩選手です。ユース、おめでとうございます。ありがとうございます。
7月に初優勝を決めて、これが通算2回目の優勝となりますが、若松は1着初めて挙げた水面でもありますね。そうです。イメージ的にはどうですか、若松は。あ、でもちょっと前なので、そんなにめっちゃいいイメージはなかったんですけど、今節でちょっといいイメージになりました。船足なんですが、ここまでの手応え、どんなイメージですか。は、いい方だと思います。そのいいというのは、特にここというのあります。回ってからがいいと思います。そこから直線に入ってはどうでしょう。直線は普通ぐらいです。普通より少しあるかないかぐらいなので、はい。その状態からまだ何か上積みを狙っての調整考えていらっしゃいますか。いや、もうこのままで行く予定です。現状の足でも十分に戦える。戦えるとは思います。スタートの見え方は今節どうですか。まあ、ちょっとダッシュからは怖くて生きてないです。6号艇で登場ですが、進入も含めてレースのイメージ、現時点ではどうですか。いや、もう頑張ってスタート101行くだけです。はい、それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。一生懸命頑張ります。ありがとうございました。6号艇は関野綾選手でした。さあ、それでは改めまして、本日の優勝戦に出場いたします6選手をご紹介させていただきます。1号艇小野誠馬選手、2号艇佐々木博美選手、3号艇寺田千恵選手、4号艇弘中千恵選手、5号艇池田明美選手、6号艇関野綾選手、以上6選手に毎一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは選手退場です。